これで準備は整ったよね。最後に各自の役割と流れを確認するね。私がまず焼却炉に向かって燃料のガソリンを投入する。それができ次第アイナちゃんに管理室で焼却炉を作動してもらう。大丈夫、簡単なこと私にだってできる、絶対に。焼却炉に火がついたのを確認できたら、みやびちゃんが煙突からハッピーモンスターを落とす。任せて、背後からそっと近づいてこのバールで一気に叩き落としてやるわ。その後は私がハッピーモンスターが燃え尽きるのを確認する。隠して私たちは呪いからも解放されて、無事に家に帰ってお菓子パーティーを開く。よね。うん、ハッピーエンド間違いなし。やるべきことは全部やってきた。自分たちの力を信じよう。さあ、始めるよ。ここに燃料のガソリンを入れれば。よいしょっと。燃料は十分。これで焼却炉の準備は完了だよ。あとは蓋を閉めてアイナちゃんに火をつけてもらえばいいだけ。これでオッケー。ハッピーモンスターを落とせば焼却炉に閉じ込めることができる。逃げ場なんてない。呪いも怨念も執着も何もかも全部燃やし尽くす。アイナちゃん、お願い、焼却炉を作動して。わかった、ヒマ先輩。アイナちゃん、焼却炉を作動して。わかった、このレバーを着火の方に引けばいいだけ。引いちゃダメ。君は、引いちゃダメ。今度こそ押さなきゃ。じゃないとまた裏切られちゃうよ。なんでそんなこと。押せ。押せ。押せ、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 押せ。やめて、やめてよ。やめてー。忘れたわけじゃないよね。学生の頃、私には親友がいた。仲良しでずっと一緒にいた親友が、その子も私も二人揃っていじめられてたけど、孤独ではなかった。ひどいいじめにあってもあの子も一緒だった。どんなに辛い毎日でもあの子も一緒だった。今思えば歪んだ関係性だったのかもしれない。でも孤独じゃなかったからお互いに耐えれた。あの日まではやめて、聞きたくない、忘れてないから、やめてよ。
私たちはいじめっ子たちに夕方の橋の上に呼び出された。そしてこう命じられた。どちらか片方が押してもう片方を下に落とせって。押した方は明日からいじめの対象にしない。押せ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 。いじめっ子たちの囃し立てる声、あれほどの恐怖は味わったことがなかった。それでも私は恐怖を必死に抑えて親友に伝えた。信じて、親友だから。私は押さない、絶対に押さない。向こうも後悔してきた。アイナ、私も信じてる。押さないでね、押さないから。大丈夫、私は押さない。大丈夫アイナ、私も押さない。私には君しかいない。君は私の親友だから。私だってそう、親友はアイナだけ。信じてる、信じてるアイナ。大丈夫だよ、安心アイナ。ごめんね。え？そう、親友は押したの、私を下の川へ。自分が助かりたい一心で裏切った。どうして、どうして、どうして私を裏切ったの。私はそれ以降誰も信じることができなくなった。思い出した、あの時の絶望を。だから同じ過ちを犯してはダメ。今度は私が押す番。ほら、そのレバーを押して。押せ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 。押さない、私は押さないよ。どうして。ヒマ先輩とミヤ先輩は私の友達だから。どんな時だって私を信じてくれた二人を私は絶対に裏切らない。そう、信じてるんだ二人のことを。でも人を信じたらまた裏切られることになるかもよ。だね。この先また誰かを信じて裏切られるかもしれない。でも私は何度だって信じてみせる。どんなに傷ついても諦めない。ひま先輩とみや先輩はここでそれを証明してくれた。こんな私を最後まで信じてくれた。だから私は人を信じ。
レバーを引いて着火確認。ファイヤー、ミヤ先輩やっちゃえ。よくやったわアイナ。あとは私がこいつを焼却炉に落として燃やせば。また燃やすの？誰？あなたは私？燃やしてもお母様は私を見てくれないわ。そんなことをしても無駄なの。何を言ってるの？私は何度燃やしても無駄。お母様は私のことなど興味がない。私は幼少時からお母様に見放されていた。優秀なお兄様たちとは違い、一切気にもかけてもらえなかった。それが辛くて追い詰められた私は火を放ったのよね。家の離れにあった小屋に。火はごうごうと燃え、辺り一面を赤く染めていった。私はその光景を笑顔で見つめていた。これだけいけないことをしたのだから、お母様は必ず私のことを見てくれ。きっとすごく叱られるだろう。それでもいい。お母様が私を見てくれるのなら。やめて、もうそれ以上は言わないで。でもお母様は何も言ってくれなかった。叱るでもなく呆れるでもなく、私のことなどいないかのように、愛情も憎悪さえもないあの無の眼差し、今でもはっきり思い出せるでしょう。諦めなさい。何をしてもお母様は私を見てはくれない。愛されることなどないの。だから燃やすのはやめて、ここで幸せになればいい。私は様は私のことを見てくれないかもしれない。この先もずっとずっと。でもそれでもいい。そう、ようやく諦めることができたのね。なら
ここで一生過ごせばいい。幸せね。そんなのはごめんよ。だって私にはお母様がいなくてももっと大切な人たちがいるから。私のそばには私をずっと見守っててくれた友達がいるわ。情けない姿を晒しても頼りないことを話してもひまりとアイナは私のことを見放さなかった。お母様が見てくれなくても私にはもっと大切な友達がいる。私はそんな友達のために私のやるべきことをやるまで。消えなさい。ここはあなたの出る幕じゃないわ。これで終わりね。ここから出たらお母様に会いに行こう。今の私なら素直に思いを伝えることができるかもしれない。それがお母様に届くかどうかはわからないけれど、もう私は逃げたりしないわ。まさか経年の劣化で耐久度が落ちてるの？それじゃあそこにいるひま先輩が危ない。ひまり逃げて！ダメ、もう間に合わない。ミヤ先輩、今から助けに行く。とても間に合わないわ。ひまりが自分で何とかするしかない。でもどうすればいいの？今までの情報を思い出して、何かモンスターを倒す手がかりがあるはず。そうだ、心臓。ハッピーモンスターになる前の芸術家は警察に心臓を撃たれて死亡したって。確かに心臓のあたりなんかぼやっと光ってる気がする。でもそれが効くかどうかなんてわからないし。やるしかないのよひまり。あなたの手でこの惨劇を終わらせるの。ひま先輩、わかった、終わらせる、私の手で。無理だよ、私には終わらせることはできない。君は
どうしてそんなこと言うの？私にハッピーモンスターは倒せない。そんなことわからない。倒せないの。だってこのハッピーモンスターを目覚めさせたのは私だから。え？私って私？そう、ハッピーモンスターはあの除霊師によって封印されていた。私たちがここに来るまでは。でも私が目覚めさせたの。私の中の欲求がハッピーモンスターと共鳴してね。ひまチャンネルの登録者数伸び悩んでるよね。1000人を超えてからなかなか増えてくれない。閲覧数だって最近は下がってきてる。だから起死回生の何かが必要なんだよ。でもやっぱり不安よ。どう考えても危険だもの。少しくらい危なくても視聴者のみんなを喜ばせたいって思わない？リアルを求める視聴者のためにも多少は本物の危険を犯さないとね。そうは言ってもね、無茶をして怪我でもしたら取り返しがつかないし。そうそう、残念だけど現実には回復魔法も蘇生魔法もないから。私はたくさんの人に認めてもらいたい。友達を危険にさらしてでも有名になりたい。人に認めてもらうためなら何でもする。ハッピーモンスターになる前の芸術家と同じ。そう、私はハッピーモンスターと同じなんだよ。違う、私は同じなんかじゃない。同じだよ。だからハッピーモンスターは目覚めた。より危険な、より困難な状況を私は求めていた。刺激的な動画を撮影するために。そしてその動画をアップロードして誰よりも有名になり、自分を認めさせるために。まだ気づかない？ハッピーモンスターはね、ずっと私の願いを叶えてくれようとしてたんだよ。そんな倒せるわけないよね。私が求めて私が望んでいるんだから。その望みがある限りハッピーモンスターは決して死なない。安心して、ハッピーモンスターは私を殺さないから。それにハッピーモンスターがいなくなったら困るのは私だよ。ここでの動画をアップロードして有名になれても、それはほんの一瞬だけ。みんなすぐに飽きて、より過激なものを求める。何もしなければ、私のことなんてすぐに忘れる。でもね、ハッピーモンスターがいれば大丈夫。いつ
つまでもより過激な動画を撮影できる。獲物なんていくらでも来るし、もう動画のネタに困ることなんてない。ね、ハッピーでしょ。こんなハッピーなことないよね。私を信じてくれたのと同じように。アイナちゃん、無理だよ。私が、私自身の手で未来を。私はそんなこと。どんどん近づいてきてる。何をしたの？私は未来を手放さない。それじゃあ、なんでスマホを破壊したの？そんなことをしたら、ここでの記録は全部失って、私が有名になる未来がなくなっちゃうのに！そうだね。でもいいの。有名になれる未来より、私は友達と一緒にいる未来を選択する。みやびちゃんとアイナちゃんが無事なら、私は有名になんかなれなくていい。二人がいれば、誰にも認められなくていい。私は何者でもない私のままかもしれないけど、友達を犠牲にするような最低の私にはならない。本当にそれでいいの？バイバイ、今までの私。そしてハッピーモンスター、私はあなたとは違う。やっぱり心臓が弱点なんだ。これで心臓を撃てば。あそこを撃ち抜けばいいと思うんだけど、弾が入ってない。
よし、弾が入った。これで心臓を撃てば一発しかない。慎重に狙わないと。しっかりと狙って、消えていく。私たちやったんだよね。これでようやく家に帰れるんだよね。マ先輩、面が暗くな、何も見えな。ひまり、返事を。ひまり、みやびちゃん、あいなちゃん、聞こえてるかわからないけど、全部終わったからね。廃墟が元通りになった。みやびちゃんたちも外に出てるかな。早く会いに行かなくちゃ。みや先輩、ひま先輩も無事だよね。当たり前じゃない、廃墟が元通りになったのがその証拠よ。あの子はきっちりやり遂げたんだわ。ひま先輩、信じてよかった。とにかく早くここを脱出しましょう。外で待ってれば必ずひまりも。ひまり、ひま先輩、遅いよ、二人とも。よかった、ひま先輩も無事で。本当に心配だったんだから。ひまり、もう泣かないでよ、みやびちゃん。みんなこうして無事に脱出できたんだから。仕方ないじゃない、私だって嬉しくて幸せで笑いたいけれど涙が。よかった、本当によかった、先輩たちと一緒に帰れる。みやびちゃん、あいなちゃん、やっぱり私も泣いちゃう。本当にやれたのね、私たち。うん、もう着ぐるみもいない、呪いもない。感覚だけどはっきりわかる。そうだね、私たちやり遂げたんだよね。でもひまり、本当に心配したのよ。途中からライブ配信も見られなくなっちゃうし、何が起きてるのかわからなかったのよ。ごめんね、スマホ自分で壊しちゃったんだ。そうだったんだ、でもどうして。その話は帰ってからゆっくり話すよ。でも安心して、私たちのスマホは無事だから。あなたが気にしているでしょう、ここでの記録は。
あ、それもういらないから。削除してくれると嬉しいかも。あ、そうなの？あんなに帰ったらアップロードするって。というか、記録残ってない。全部消えちゃってる。なんでだろう。別にいいよ、そんなのなくても。みやびちゃんとアイナちゃんが無事ならそれでいい。そうね、3人で無事に帰れるならそれ以上の幸せはないわ。なんだか大変な一日だったけど、私ここでの経験で少しだけ成長できた気がする。それは私も同じね。ずっと心に引っかかってたものが取れた感じがするわ。私も大切なものを取り戻せた。かといってこんな経験はもう二度とごめんだけど。それはみんな一緒だよね。はあ、安心したらお腹が空いてきてしまったわ。え、安心する前からミヤ先輩お腹がグーグー言ってたけど。わざわざそんなこと言わなくていいの。ほら早く帰りましょう。だね。もう私たちを縛るものは何もない。それにたとえこれから先何が起こったとしても私たちなら逃げずに立ち向かえる気がするよ。ちょい待ち、それフラグに聞こえるんだけど、もしかしてバッドエンド回避できてない？嘘でしょ？今のは未来に向けての希望のセリフのつもりだったんだけど。何が起こったとしてもが不吉だったわね。わかった。じゃあ言い直すよ。あごふん。私たちこれからもずっと仲良しだね。なんだか一気に子供っぽくなったわね。いや、そういうのでいいよ。シンプルながら私は染みたな。はーい、じゃあいい感じに締まったところで帰りますか。え、ひまり帰ろう。ひま先輩、嘘でしょ？本当なんだよな。あれがバズったの？うん、完全に予想外。でもあの動画って私たちが生誕祝いでケーキ食べまくるだけの動画だよ。こんなに美味しそうにケーキ食べてるの初めて見た。そんなコメントでいっぱい。あー、みやびちゃんは涙を流しながらケーキ頬張ってたもんね。しかも両手にケーキ持ってね。あれは笑える。実際そんなコメントでいっぱい。それは嬉しいわね。あれ意外。今までなら、アイナ、どうして編集でカットしなかったの？とか言ってるはずなのに。あの動画ね、お母様も見てくれたみたいなので、もっと品のある食べ方をしなさいって怒られちゃったか。そうね。
でもほんの少しだけれど、お母様笑ってた気がしたわ。そっか、よかったね、みやびちゃん。あのね、私も昔の親友から久しぶりに連絡が来た。ケーキの動画見たんだって。その子には昔ちょっと嫌なことされたんだけど、そのことについて謝罪された。あと今の私が楽しそうに友達と一緒にいるのを見て本当に嬉しくて涙が出たって。もちろん今すぐに仲直りってわけにはいかないけど、いつかは許せる日が来てまた友達に戻れるかもしれない。そう、なんだかアイナのそんな言葉を聞けて私まで嬉しくなってきちゃうわ。ミヤ先輩泣いていいよ。私の成長にむせび泣いて録画してアップするから。やめなさい。ん？なんかチャンネルにメッセージが来てる。なになに？が戻ってきた。そうだ、コラボ企画あれにしようよ。国内の有名な心霊スポットに行ってそこにお化けがいるか検証する。バカなこと言い出さないで。コラボ依頼に舞い上がって正常な判断ができてないわよ。お化けダメ、廃墟ダメ、もう二度とそういうのはなし。マジで。あそうだよね。ごめん。